彼女の家系は古くから呪われていたのだという。それは彼女の祖先が犯した過ちによるものなのだと以前聞いたことがあった。しかしそれは他人の命を奪ったり不幸に陥れたりしたというものではなく、ある意味誤解が招いた恨みに起因しているのだと。そのせいか彼女の家系では早死にするものが後を絶たなかった。男性は50歳を迎えられるものはごく稀なことであり、女性ですら60歳を超えられるものは誰もいなかったそうだ。だから彼らの家系では3つの選択肢を選ぶしかなかった。一つは完全に絶縁して家系とは一切関わりを絶ってしまうこと。そうすれば普通に寿命を全うできた。そしてもう一つは家系にかけられた呪いに抗うこと。つまりお寺や神社、そして霊能者に頼ってその呪いと対峙すること。しかしその方法が成功したことは一度もなかった。呪いに抗おうとした者たちはことごとく数ヶ月で命を落とし、その死に様も無残なものになった。安らかな死など与えられるはずもなく、怨霊としてその家系に取り付くことになった。だからその家系のもののほとんどは最後の一つの手段を選んだ。つまり自分の呪いを受け入れて目立たないようにひっそりと暮らし、そして静かに若い美空で死んでいくこと。だから彼女も当然その方法を選ぶしかなかった。物心ついた時からできるだけ友達も作らないようにして暮らしていた。社会人になってからもできるだけ目立つ行為は避けた。そして友達も恋人も作らず、質素な生活に努めた。それはすべて自分に関わった人たちに不幸が訪れるのを避けるためだった。ただそんな悲しい生活を続けていても平和な暮らしが遅れていたわけではない。子供の頃から病気や怪我、そして事故、火事など大体の厄災は経験していた。他の一族の者と同じように。しかしある出会いが彼女の運命を変えたのかもしれない。彼女は人知れず目立たない趣味を始めたくて手芸教室に通うようになった。そこである女性と出会うことになった。それは姫ちゃんだった。姫ちゃんはのんびりした性格の通り手芸や裁縫が趣味になっていた。そこで彼女は同じ教室に通っていた姫ちゃんから声をかけられた。こんにちは。もしかして何か困ってることってありませんか？そう声をかけられて彼女はとても驚いたという。実はその頃彼女は様々な怪異に遭遇していたのだから。家の中でも何度も霊的なものを見ていたし、寝ていて目が覚めるといつも知らない女の人が枕元に座っていた。運よく大事にはならなかったが、軽い事故や怪我は日常茶飯事になっていた。そう聞かれた彼女は、もしかして見える人なんですか？と姫ちゃんに聞き返してきたという。はい、ちょっとだけ。そう答えた姫ちゃんには彼女にまとわりつくように張り付いている女性の姿が見えていたそうだ。その女性の霊は姫ちゃんにも攻撃的な視線を送り威嚇してきたという。そしていろいろと話を聞いているうちに、なんとなく仲良くなってしまった姫ちゃんは、私も手伝わせてもらってもいいですかと言い、
気まずそうな彼女のアパートを見せてもらうことにした。すべての怪異はそのアパートの部屋に起因していると感じた姫ちゃんは、部屋の中をいろいろと見て回り、彼女にこうアドバイスしたのだという。この程度の霊ならお祓いとか除霊しなくても大丈夫かも。日中は完全にカーテンを開けて、雨が降らない時には窓も開けちゃえば、そしてそのお香を焚いて数日すればきっと大丈夫だと思う、と。何でも普通の悪霊でも日光を嫌うらしく、一日中太陽の光が当たった部屋でお香でも焚かれようものなら、不快でたまらなくなってさっさと退散するのだそうだ。そして姫ちゃんはとっておきのお香を渡し、彼女は姫ちゃんのアドバイスに従うことになった。姫ちゃんのアドバイスは的確であり、決して間違ってはいなかったと思われる。しかしそれから数日経っても彼女は部屋の中でその女の姿を目撃し続けた。その時姫ちゃんが俺に相談してきた。Kさん、私のアドバイス何か間違ってたんですかね、と。そんなこと聞かれても俺にわかるわけないじゃん。それに姫ちゃんならさっさとその女の霊を払ってしまえばいいんじゃないの、と返すと、そうなんですけど、何か引っかかる部分があって、簡単に払ってはいけない相手みたいな、と首をかしげる。もうこうなっては頼れるのはあのお方しかいなかった。そして姫ちゃんの頼みということで、知り合いの霊能者の A さんは即答で OK してくれたそうだ。彼女のアパートには俺も一緒に出向いた。姫ちゃんと一緒にアパートにやってきた俺を見て A さんは冷たく、あれ、呼びましたっけ、とだけ言った。そしてアパートの部屋を見てから A さんはこう言った。姫ちゃん、相手間違えちゃってるよ。もっとちゃんと見なきゃ、と。そして、まあ確かにこの人、かなり目つきが鋭いし、威嚇してくるから仕方ないのかもしれないけどね。でもこの人彼女を守ってるだけ。きっと日光の日差しもお香も辛かったはずなのに、なんとか耐えてる。それもみんな彼女を守るため。本当に相手はもっと別の厄介なやつかな。そう言うと俺の方を見て、でどうします、彼女を助けますか、それともこのまま何もしないで帰りますか、と俺に聞いてきた。俺としては彼女とは初対面であり、何も話は聞いていなかったから、いや彼女に取り付いていたのが悪霊じゃなくて逆に守ってたんだとしたら、このまま帰るしかないんじゃないの、と返す。すると A さんは、なるほど、さすが計算高い営業マンですよね。これ以上危ないことには近づかないでこのまま帰ると。彼女を守ってる者を弱らせた挙句、このまま帰ると。彼女は多分近いうちに取り殺されてしまうでしょうけど、自分には関係ないと。そう言われて俺も、いや別にそういう意味じゃなくてさ、まあ俺もできることならば助けてあげたいけどね、と返すと、 A さんは彼女の方を向いて、よかったですね、助けてくれるそうですよ。大丈夫です、すべて理解した上で引き受けてますから。それにもうこれ以上は守ってもらえそうもないですから。
その女の人と元凶の相手では格が違いすぎますから。今まであなたが小さな怪我や事故で済んだのは、すべてあなたを守ってくれていたその女の人のおかげですよ。その点はしっかりとその女の人に感謝しないと。そしてこれからは私たちに任せておけば大丈夫です。と断言した。そして、ということでこれは K さんからの依頼ということになりますから、事後のご馳走はお任せしますから。と俺に言い放つ。俺としてももう何も言えなくなっていたが、それでも、それにしてもその元凶の相手って何者なの？それにどうやって対峙するっていうの？どこにいるの？ちゃんと探せるの？と矢継ぎ早に聞いた。すると A さんは、簡単ですよ。今度は私たちが彼女を守ることになれば、あっちの方からやってきますから。でも実際は守る気なんてさらさらないんですよ。守っていても拉致が開かない。終わらせるならこちらから攻撃あるのみです。それに私は呪いとかたたりとかそういうのが一番嫌いなんです。先祖の業を子孫に背負わせるなんて許せるわけがありませんから、と力強く言い放つ。そして危険という理由で俺と彼女はその場から離れた。彼女の身代わりとして彼女の人型を作り、それを部屋の中に置いて呪いの元凶がやってくるのを待ったそうだ。その後の部屋の中の荒れ方から相当の相手だったこと、そして厳しい戦いだったのは容易に理解できた。もちろん A さんと姫が本気になった以上、相手に勝ち目などあるはずもなかったが、それから彼女の人生は大きく変わった。彼女の一族は宗教を恐れる必要もなくなり、彼女も厄災から解放された。代々続いてきた呪いをいとも簡単に破ってしまうあの二人にはまさに驚きを隠し得ない。そして俺はその後A さんに大量の料理をご馳走させられ、姫ちゃんは相変わらず楽しそうに彼女と手芸教室に通っている。どこでどんな出会いがあるか、本当に面白いものである。